こんにちは、ヘルベシカデザイナーのヨッシーです。今回はですね、リクエストをいただいたことにお答えをしていきたいと思います。今回はアクロニウムで好きなアイテム3つっていうことでご質問いただきました。質問いただいた方ありがとうございます。で、これツイッターの質問バカの方で、質問いただきました。何気にね、あれ設置してから面白がって僕ポン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 答えてたら315回答えてたみたいで、なんかね、こんな、なんか質問いただけるもんだなと思いながらやっています。で、今回ですね、アクロニウムの好きなアイテム3つということで、まず1つ目はこれですね。もう着てみました。はい、着ましたよ。 J1TSS ですね。で、これってアクロニウムってどうしてもですね、3レイヤーっていうかゴアテックスのイメージが強いと思うんですね。デザイナーのエロルゾンさん自身がアクロニウムのアドバイザーとかやってらっしゃるんで、どうしてもそのイメージ強いと思うんですけど、これに関してはですね、ギャバジンですね。なので、コットンですね、言っちゃえば強めのコットンなんですよ。だから他のものみたいにすっげー雨弾くとかじゃないです。普通に雨はね、そんなに弾かない、若干ですね、昔の雨よけですから、ギャバジンとかって。だけどこれってね、本当に僕これがやっぱり好きになったきっかけのセットアップなんですね。で、もう一個、もう白状すると、P25 なんですね。これ持ってないんですよ、P25。何気に持ってないんですけど、僕がすごい衝撃を受けたセットアップだったんです。この J1TSS に P25 をこうバーンとこう履いてる。何この股上の深さ、マジかと思ったのがそのセットアップと。これ何、エイリアンかなって最初思ったんですよね。この辺のなんかこの装備感、もう今までのアパレルにないものですよね。軍物っていうにはあまりにモード感が強く、で、モードというにはあまりに軍物感というかタクティカル感が強く、まさにですね、広角機動隊とかブラムとか、アキラの世界観っていうかですね、そういうサイバーパンクっぽいところと、あとはやっぱね、ちゃんと形がすごい綺麗なんで、そのテーラリングっていうのがすごくしっかりなされてるっていうことで、僕はこの J1TSS がすごく好きですし、 P25 もうすっげえ、もう袴かなっていうぐらい、袴はもうボンですよね。もうものすごいやつですね。アフリカの方のダンスの衣装みたいな感じの股上を誇る P25、 あれすごい衝撃的だったんで、あれが僕すごく好きですよね。あれがもうまさにっていう感じだったんで、あれですね。はい、で、やっぱこの、ゴアテックスじゃないにしてもですね、かなりいろいろですね、こうグラビティポケットもそうだし、インターロップもついてるし、あとはこのエスケープジップですね、このエスケープジップもついてるしってことで、結構基本スペックいっぱいついてて、僕これ好きなんですね。ということで J1TSS と P25 を今は紹介しました。 P25 の方はですね、ハイデンシティ、あれかドライスキンか、ドライスキンのものを使ってるんですけど、あれね、あんなにドライスキンやっぱ使うとすごくね、高いわけですよ。それにしても高いんですけど、そういうことでかなり贅沢仕様なパンツっていうようなイメージがあって、で、あとはその大胆な股上ですね。もう地面スレスレぐらいのね、なんかもう本当にもうすっげー深いところで、でもあれ動きやすいっていう、まさにこうちょっと和の要素ありつつ、でもタクティカル要素もありつつ、機能的でもあり、もうほぼモードのようでもありっていう、すごくねかっこいいパンツだと思っています。で、ラスト1個、J61GT ですね。これちょっと結構迷ったんですけど、僕これすごい好きなんですよ。ちょっと着ますね。J61GT ですね。細身のモッツコートみたいな感じです。このね、腕のところとかすごい細いですよね、この辺ね。で、前期確かこれのもうちょっとガバッと羽織れる系のやつ、型番忘れちゃいましたけど、それも出てましたけど、僕はこの J61DT の形がすごく好きですね。で、これに関してはね、そんなにポケットとかないし、ゴアテックスの長いコートっていう感じなんですけど、要素が少ないだけにデザインポイントがはっきりしてるんですよ。まずはこの表面のここだけ色が違うオリーブ色のファスナーで、この左側だけこう折り込んであって、ここがこう止まってるっていうデザインになってますよね。これもね、とても特徴的で、このオリーブのラインがすごく生きてくるわけです。そしてこの細身の腕と、そしてこのここですね、このさらに絞ってくれるこのベルクロとかのデザインもすごくいいと思いますし、
ぱこのフードの方にまで走ってるファスナーがとってもデザインポイントになっていて、綺麗すぎずでもカジュアルすぎずっていうすごくいい着地点だと思ってるんですね。ミリタリーすぎてもなんとか、ミリタリーすぎるともうミリタリーもの買えばいいかなってなるし、すげえ綺麗めだったらなんかモード買えばいいかなみたいな感じにもなる中で、そこのすごく程よいところを見つけてるジャケットだと思うので、僕この J61GT がすごく好きですね。はい、まあうん、これすごくいいんですよ。なんかこうシャープだし、なんかこう意外とバサッとこう羽織れるし、なんかこういう長いゴアテックスって結構珍しいんですよね。大体ゴアテックスってまあそのコストの関係もあってショート丈のものが多い中で、こういうロング丈で、ロングのゴアテックスってね、もしもあってもステンカラーコートぐらいなんですよ。デザインしないんですよ。やっぱね、ちょっと怖い。あのコストがかかるのにデザインするのでやっぱ怖いわけですよ。だからそんな中でこういうなんかこうシャープながら遊び心のあるものを持ってくるっていうあたり、僕はこれがすごく好きということで、今回ですねアクロニウムのおすすめというかお気に入りをこう3つ挙げさせてもらいました。皆さんの好きな型番は何でしょうか？詳しい方、僕より詳しい方死ぬほどいますけど、詳しい方はですね3つぐらいパンパンパンってこう書いてもらえると非常に嬉しいです。どうもありがとうございました。